ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎三鷹です。今日は2023年3月の今9日になったところです。さっき12時前に勝負がつきましたから、3月の8日に勝負はつきました。今12時を過ぎましたけど、で今は9日になりましたけど、勝負は3月の8日につきました。いや、なんとそれは第81期 A 級順位戦プレーオフ、藤井聡太竜王対、広瀬章人八段の A 名人戦挑戦権の対戦でした。そしてなんと先ほど先手の藤井聡太竜王が125手で勝利して名人戦の挑戦者になりました。いや、すごいことですね。そしてこの名人戦に挑戦して、もし渡辺明名人を破るようなことがあれば、これが最年少記録、最年少で名人を取る記録を作ることになります。これはずっと、破られておなかったですね。なかなかこれは破れない記録ですよね。1回しか、まあ人生の中で1回しかこの挑戦は、まあ、できないですよね。いやー、それを藤井聡太竜王がその可能性を掴んだということですね。いやー、今日の一戦はとても手に汗握る戦いでしたね、対局でしたね。今日10時に始まりました。そして、今回はプレーオフですから振り駒で始まりました。そして振り駒で藤井聡太竜王が先手を取りました。この運の強さ、これもすごいですね。そして藤井聡太竜王対広瀬章人八段の戦いが10時に静かにスタートしました。そして先手の藤井聡太竜王はいつもの通りですね、茶を飲んで舌先をつきました。そしてこれがなんと角換わり、藤井聡太竜王の18番と言っても、相手の広瀬章人八段も角換わりは強いんです。いや、今の将棋界のトップとトップ、もう研究に研究を重ねています。広瀬章人八段は後手でも、その後手の研究はすっごく深く、まあこの将棋界の中のトップぐらい研究している将棋師でも、その戦いに藤井聡太竜王は挑んでいったわけです。まあ、今お互いに研究してますから、最初はどん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 進みますよね。同型でずっといきますが、その変わる場面の時に藤井聡太竜王がぶつけて戦いを挑みました。そして、初めは五分五分、そしてちょっと藤井聡太竜王の前こう傾いていいなと思ってましたら、なんとまた広瀬章人八段の方へまた振れる、うわおーと思ってましたら、また五分五分、そして藤井聡太竜王の方へ振れる、いいなと思ったらまた五分五分になる、またそして藤井竜王に向かっていく。まあ最終局も一手間違うと一挙に逆転という場面が続きます。そしてなかなか藤井聡太竜王に想定外の角の使い方をされて、一瞬ビクッとして時間がちょっと長考になりました。でもそっからまた想定外の手でも、それをまたその中で考えていく藤井聡太竜王の強さ。そして最後はじゃだっと終盤の強さ、見事でしたね。見事に勝ち切りました。それが125手で藤井聡太竜王の勝利となりました。いや、もうこの次は名人の渡辺明名人に挑んで、これに勝って最少年、もう名人になる最少年の記録をまた更新してほしいですね。もうこれ楽しみです。もう今は王将戦の防衛戦もやってる、棋王戦の挑戦もやってる、またこの名人戦も挑戦、防衛もやるながら挑戦もやるながら、タイトルをどんどん勝つ取っていく、そして五冠、
今この6巻7巻とうまくいけば連続取れる可能性もあります。まあそんな素晴らしい可能性を今いっぱい秘めて、さっきまた新しい将棋界の世界へスタートしました。藤井聡太竜王のこれからのますますの活躍が期待されます。もう名人戦の渡辺明との対戦が楽しみです。またその時に会いましょう。いいよ。